英文でバレラはアイルランドの政治家、アイルランド共和国第3代大統領、20世紀初頭のアイルランド独立運動を指導し、アイルランド内戦では AI 条約反対派の中心人物であった。最高評議会の第2代議長、初代 T 職、アイルランド大統領を2期務めるなど、生涯にわたってアイルランドの政治的要職を歴任した。その一方で教育者、 数学者としての顔も持ち、1922年から死去までアイルランド国立大学の総長職にもあった。その功績に対しては賛否両論があるが、20世紀のアイルランドを語る上での重要人物である。日本語ではイーモンデ・バレラ、イーモンド・バレラ、エーモンデ・バレラとも表記される。デ・バレラは1882年にニューヨークの病院で生まれた。 本人の言葉によれば、アイルランド人の母、ケイト・コールとキューバ系の父ホアン・ビビオンで我らは1881年にニューヨークで結婚したという。しかし、歴史家や電気作家たちがいくら丹念に調べても、教会にも、市役所にも、そのような二人の結婚記録は残されていなかった。1990年に最新の電気で我らを表したティム・パット・クーガンも、 そのような記録を見つけられなかったといい、それどころか、ホアン・ビビオンでバレラあるいは似た名前の人物の誕生、洗礼、結婚、死去に関する一切の記録を発見できなかったと述べている。このような事実から、でバレラは、死生児であったというのが、定説になっている。現在の社会では、死生児であっても特に不利益を受けることはないが、19世紀の終わり頃には、 死生児であることは、カトリック教会の聖職者になる道を閉ざされることを意味していた。で、我らは、生涯を通じて、カトリック信徒としての深い信仰を持ち、死に際して、遺体を修道院に埋葬してほしいと頼んだほどであった。生涯の中でも数度、本気で修道者になりたいと思案していた時期があった。死祭であった、イフテイのトーマス・ウィールライトの生き方も彼に影響を、 与えていた。彼の相談を受けた司祭たちも、修道生活の道を進めず、結局その道に入ることがなかった。前述のパッドクーガンも、彼の出生の秘密と修道者になれなかったこととの間に関連があるかどうかは、不詳としている。いずれにせよ、デバレラは2歳で、アイルランドに渡った。母、ケイトの再婚を機に、デバレラは、アイルランドのリムリック県に住む。 母方の親戚の家に預けられたのである。彼はブリュリー国立学校、チャールビルキリスト教兄弟学園で学び、16歳でダブリンのブラックロックカレッジの小学生に選ばれた。真面目な学生だったデバレラは、さらに奨学金を獲得して、勉学を続け、1903年には、ティッペラリー県のロックウェルカレッジの数学教授の任命を受けた。1904年に、 アイルランド王立大学を卒業すると、ダブリンに戻って、ベルベデーレカレッジで教鞭を取った。1906年には、ブラックロックのケリーズフォート女子教育大学で、数学を教えるようになった。デバレラは、アイルランド王立大学での就職を望んだが果たせず、メイノースなどいくつかの学校で講師の職を得た。若き教師であったデバレラは、 当時のアイルランド知識人層の多くがそうで、あったように、次第に政治の世界に入っていった。1908年、ゲール5連盟に入り、そこで4つ年上の教師シネイド・フラナガンと出会う。二人は信仰を深めていき、1910年1月8日、ダブリンのアラン・ケリーにあるセントポール教会で結婚式を挙げた。ゲール復興運動に加わっていたで我らが、 本格的に政治活動に身を投ずるようになるのは1913年11月25日にアイルランド義勇軍に加わってからのことである。彼は急速に階級を上げ、すぐにドニーブルック中隊の隊長にまでなった。武装放棄を準備中だった義勇軍はデバレラを第三代隊長としダブリン師団の副団長を兼任させた。この頃デバレラは アイルランド教は同盟にも加わり、アイルランド義勇軍の影の実力者、トマス・マクドナーの地偶を得るようになった。1916年4月24日、復活最明けの月曜日に、イースター放棄が決行された。デバレラは、ダブリンのグランドキャナル通りにあったボーランド・ミルズを占拠し、市内の南東区域の制圧を狙った。計画がずさんなものであったため放棄はすぐに地圧され、 一週間後に放棄の指導者パトリック・ピアースから幸福命令が出た。で、我らは他の指導者と共に捕らえられ、裁判で死刑を宣告されたが、やがて終身刑に減刑された。その理由はアメリカ国籍を持っていたためと説明されることが一般的であるが、死刑に処されなかった理由は他にも以下の二つがあると考えられる。第一は彼が 他の指導者たちと別の刑務所に入れられていたことであり、第二にアメリカが収穫市民権を持っていたことである。これは死刑の中止と関係があるかどうかは明らかではないが、刑の執行を遅らせたことでは間違いない。英国政府としても第一次大戦におけるアメリカの協力を必要としていたことから、デバレラの処刑に慎重になっていた。イースター放棄はデバレラという人物の内面を 露呈することになった例えばリーダーシップが発揮できる一面で行動における計画性のなさが明らかになった。絶対絶命の状況の中で老後に見られた神経衰弱症状の予兆を見せているが、側近たちはこのことを長く秘密にしていた。演説するべ我レラダ・アートムは、メイドストーン、ルイスなどといった刑務所に収監された後、1917年にで、 バレラと仲間たちは特赦で釈放された。彼は1918年の選挙で連合国議会庶民員の東クレア代表に選出され、さらにシンフェイン党内の選挙で党代表に選ばれた。シンフェイン党はもともと武力闘争路線を取らない、恩恵な小組織だったが、英国政府によってイースター放棄の首謀団体と目された。共和主義者たちは、 この誤った見方を逆に利用し、シンフェイン等のもとにアイルランド人の民心を結集しようと考え、徐々に島内に人を送り込んで党の実権を握っていった。シンフェイン等の前党首アーサー・グリフィスは、イギリスとアイルランドが英国王を君主としていただきながら、それぞれの議会を持つという穏健な二重君主制の実施を唱えていた。 それは1782年にヘンリー・グラタン議員の働きによって獲得された改正憲法が公布されてから1800年に連合王国に統合されるまでのアイルランド王国の生態と同じものであった。イースター法規の首謀者の処刑への反発と徴兵制への抵抗というアイルランド人の国民感情にうまく乗った新平民党は1918年の総選挙で圧勝し、 47%の得票率で104議席のうち73議席を取った。1919年、シンフェイン等の議員たちは自らを手役隊だらと名乗り、1919年1月21日にダブリンのマンションハウスに集ってドイルエアランという名で知られるアイルランド国民議会を結成した。いわゆる内閣はプリオムエールによって引き入られ、初代議長には、 カハル・ブルハが任命された。デバレラは1918年5月に再逮捕されていたため、ドイル・エアランの1月の議会に参加することができなかったが、翌月リンカーン刑務所から脱獄し、4月の議会でブルハに代わって議長に選出された。1919年にドイル・エアランによって採択されたドイル憲法では、プリオム・エールはあくまでドイル・エアランの議長であって、 アイルランドの国家代表ではないとされていた。アイルランド共和国の暫定政府を国際的に承認してもらおうと、ショーン・オケリーが第一次大戦の戦後勝利を話し合っていたパリ講和会議に派遣された。1919年5月、この努力が失敗に終わると、デバレラはアメリカ合衆国政府を動かそうと決意、自ら渡米した。この訪問には三つの目的があった。 1> 第1は、もちろん、アメリカ政府によるアイルランド共和国暫定政府の承認。第2は、国家運営に必要な融資の依頼。第3は、アメリカ合衆国在住のアイルランド系市民たちによる援助の獲得であった。彼は1919 19年6月から1920年12月までアメリカに滞在した。 有志の獲得とアイルランド系市民による援助の獲得には成功したもの、肝心なアメリカ政府による承認は得られなかった。アメリカ在住のアイルランド系市民の実力者たちが、デバレラたちの影響力がアメリカ政府に及ぶことを恐れ、それを阻止していたのである。その頃、アイルランドにおける英国当局とドイルの間の紛争はついにアイルランド独立戦争という形になって、 爆発していた。その頃、ロングフェローと呼ばれたデバレラは、敬愛を込めて、ビッグ、フェローと呼ばれたマイケル・コリンズに、アイルランド国内のことを任せきりであった。アイルランド独立戦争の最中の1919 19年1月、デバレラの帰国を待って行われた、ドイルの第1回議会において、デバレラは、IRA に対し、英国政府からテロリズムと呼ばれるような行動。 待ち伏せなどのゲリラ戦術をやめ、正々堂々と戦うよう求めた。しかし、装備、規模ともに勝る英国軍に、アイルランド兵が、成功法で立ち向かえるはずはなかったため、この発言は、現実離れしたものと徹底的に批判され、で、バレラは慌てて IRA に対する指示を再表明しなければならなかった。で、バレラは図らずも、独立戦争の厳しい現実に対する認識の、 甘さを露呈することになった。次にデバレラはカハル・ブルハ、オースティン・スタックと組んでマイケル・コリンズをアメリカでの交渉に送り込もうと格索した。この三人はコリンズの人気が自分たちのそれをしのいでいることを危険視し体よく追い払いたいと考えていた。しかしコリンズはこの申し出を拒否してアイルランドに留まった。1921年8月デバレラは ドイルエアランに1919 19年のドイル憲法の改正を支持し、自らの職を議長から共和国大統領へと昇格させた。これによってデバレラは、自分がアイルランドの元首として、ジョージ五世英国王と同等の立場に立っており、和平交渉に国王が出席しない以上、自分も出席する必要はないと表明した。この交渉では、英国側が大きく譲歩し、アイルランドは、 北部六県を除く諸州の独立を勝ち取った。こうして成立したのがアイルランド自由国である。プロテスタントの多い北部六県は連合王国のもとに残ることになった。この結果を受けて国境策定委員会が設置され、話し合いによって北部六県とアイルランド自由国の間の国境を確定することになった。このようなやり方には多くの者が不満を持ったが、 コリンズラ条約賛成派は国境委員会での交渉のもって行きようによっては北部6県を経済的に立ち行かないようにさせることができ最終的に全土をアイルランド自由国に組み込むことができるであろうと考えていた和平交渉におけるアイルランド側の代表団はデバレラと内閣の任命を受けた全県委員会であるとされていたしかしこの交渉において 新生アイルランドの立場は、英連邦の中の独立国としての暫定政府を、王の任命を受けた総督によって収められる、アイルランド自由国と言い換えただけではないのかという、批判が起こった。で、バレラは、この交渉の結果に異議を唱えたが、彼の反対者たちは、で、バレラが、このような展開を見越した上で、交渉の席から去ったに違いないと非難した。1921年12月6日、 ロンドン条約がイギリス政府とアイルランド側の間で締結された。アイルランド側は主にマイケル・コリンズとアーサー・グリフィストが交渉に当たった。これによってイギリス連邦自治領アイルランド自由国が成立した。北アイルランドはイギリス領として残り、アイルランド統一は成就しなかった。全権委員会には事前に交渉の妥協点についてでバレラから秘密裏に指示が、 与えられていたため、デバレラは交渉の結果自体には不満がなかったが、委員会が自分の最終的な承認を得ずに調印したことが気に入らなかった。しかし、このような事態の最大の原因は、デバレラが自ら交渉の席につかなかったことだった。1922年の交渉批准後、デバレラとシンフェイン等の条約反対派は、ドイルエアランを離れ、 独自の政府を樹立しようとした。このためドイルを抜けたデバレラに代わり、アーサー・グリフィスが議長に選ばれた。AI 条約の締結によって成立した新政府及びドイル・エアランとデバレラの率いる条約反対派の関係は急激に悪化した。1922年6月にアイルランド内戦が勃発すると条約賛成派であるアイルランド国軍は 条約反対派の軍事組織となっていた IRA を各地で打ち破った。この頃のデバレラの指導力はどれだけひいき目に見ても厳しい評価を免れ得ないものであった。デバレラは名目上条約反対派のリーダーであったが実質的な影響力はほとんどなく内戦中は投獄されていた期間も長かった。この内戦は 新しいアイルランドに悲劇しかもたらさなかった。マイケル・コリンズの暗殺、ドイルエアラン議長のアーサー・グリフィスの急止、条約締結に合わせたロバート・エルスキン・チルダーズの処刑、フォーコーツ内にあったアイルランド文書保管室の破壊などである。文書保管室が破壊されたことで、1000年に及ぶアイルランドの歴史における重要書類の数々が失われた。この破壊は、 無意味な行為であり、条約反対派の賛同者たちから見ても、愚行としか言いえないものであった。IRA が武力闘争路線の不毛さを悟って、武器を隠すと、デバレラも、武闘路線を放棄して、政治闘争へと戻った。1924年、デバレラは、ニューリーにおいて、北、アイルランドへの不法侵入の容疑で逮捕され、1ヶ月間ベルファストの刑務所に投獄された。 真珠の誓いの廃止を含めた自由国憲法の受け入れを問う投票権を失ったことを受けてデバレラは党首を辞任1926年3月に新党フィアナフォイルを結成した。フィアナフォイルはこの後20世紀のアイルランド政治史に大きな影響を及ぼすことになる。フィアナフォイルは急速に民衆の支持を集めたが真珠の誓いを拒否した。この誓いは 形式的には英国王への誓いであったため、フィアナ・ォイルの支持者たちから批判されたが、実質的には AI 条約を認めた英国王の権威への忠誠、という形を取ったアイルランド自由国への誓いであった。この誓いの文面は、ほとんどがマイケル・コリンズによって書かれたものであり、マイケル・コリンズはこの文章を書くにあたって、英連邦加盟国による真珠の誓い、 アイルランド共は同盟の誓いでバレラ自身が起草した条約文の総行の3つを元にしている。フィアナ・ホイルは真珠の誓いを法的に廃止しようとしたが国民会議の副議長ケビンをヒギンスが暗殺されたこともあって WT コスグレーブ率いる国民会議のメンバーはドイルの議員及び議員候補者たちすべてに英国王への真珠の誓いを義務付けた。 真珠の誓いを立てなければ立候補もできず、政界から追い出されてしまう危険性が高まったため、1927年にデバレラは、あくまで形だけのものであるとして、ついに真珠の誓いを行った。1931年、名誉権でカトリックの国には、カトリックの司書長を整えた住民たちの手によって、プロテスタントの司書長が解雇されると、デバレラは、道ーチェを赴いて、 大歓迎を受けた。1932年の総選挙でフィアナ・ホイールは72議席を獲得、過半数に及ばないもののドイル内の第一党に踊り出た。この結果を受けて3月9日にで我らは、アイルランド自由国総督、ジェームズ・マクニーールによって、最高議会議長に任命された。彼は早速選挙の公約であった、真珠の誓いの撤廃と、 英国への土地年区の支払いの停止の実現を目指して動き始めた。これに対して英国は報復措置としてアイルランドへの輸出品に高額の関税を実施したため、アイルランドはたちまち経済危機に陥った。さらに、ジョージ5世の名によって総督ジェームズ・マクニールが更迭されるとともに、総督のポストそのものも廃され、ドムナール・ウア・ブアハラをシーナスカルという総督に代わる。 新たな地位につけた。こうしてアイルランド人にとって目に見える恨みの的であった総督職が形式的であれ廃止されてしまった。デバレラは議会における不利を克服しようと1933年に総選挙を実施し過半数を獲得して狙い通りの勝利を収めた。デバレラの下でフィアナホイールは1937年、1938年、 1943年、1944年の総選挙でも勝利した。で、バレラは内政のみならず、外交も自ら主導し、国際連盟の総会にも自ら出向いている。1932年、ジェノバでの連盟総会では自ら議長を務め、連盟の規約に忠実である、要参加国に求める演説を行って参加者たちに感銘を与えた。 1934年にはソビート連邦の連盟加盟を支持している。1938年9月、第19代議長に選ばれるなど、国際政治の世界で一定の存在感を示すことに成功した。1931年、英国議会はウェストミンスター憲章を通過させた。同法は英帝国を構成するべての自治領に同等の権利を与え、 新たに英連邦を発足させるものであった。英帝国と各自治療の間に依然として強い法的な連携はあったにせよ。これによって英国本国と自治領との間の関係性は大きく変質し、各国は事実上の独立を果たすことになった。1936年7月、デバレラは王に任命されたアイルランド首相という立場から英国王に書簡を送り、 新憲法を準備中であると伝えた。その中で新憲法の骨子が総督に代わって、ショールスタッドエレンの大統領という新しい地位を導入することにあると述べている。ショールスタッドエレンの大統領は、間もなく、アイルランド大統領に言い換えられ、デバレラによってアイルランド語で、アイルランド憲法を意味する、ブンレア・ハトナ・エレンと名付けられた、新憲法の柱となった。 この憲法の中にはデバレラの考える憲法的土着性といわれる法的な形を持った民族主義が盛り込まれていた。それは以下のようなものである。このような憲法的土着性を示すことでアイルランドはカトリックでもないし国教会派でもないゲール同盟派でも応答派でもないという新方向を試行することができた。第二次世界大戦の勃発前から初期にかけて ナチスドイツはアイルランドの動向に強い関心を示していた。例えばアイルランドに侵攻することでイギリスに対して軍事的優位に立てるのではないか、あるいは IRA をうまく対英戦闘に従事させることはできないかなどといったことであり、一時は実際にアイルランド政府に交渉を働きかけてもいた。ドイツはなんとかアイルランド政府の関心を買おうと努力したが、 その努力はほとんど実らなかった。デバレラがアイルランド自由国の中立に関しては、頑として譲らなかったからである。英国情報部御後はアイルランドの動きに注意を怠らなかった。アメリカ合衆国も当初中立を標榜していたにもかかわらず、真珠湾攻撃をきっかけに連合国側に立つことになるが、アイルランドは終戦まで中立を守り続けた。 ただ、アイルランド政府内ではドイツ、あるいはイギリスがアイルランドに侵攻する可能性もあると危惧していた。アイルランドの中立には裏があった。現在までの研究でアイルランド政府が密かに連合国側に加担していたことが明らかになっている。例えば、ノルマンディ上陸作戦の結構日はアイルランドから送られた大西洋の気象情報をもとに決定された。 また、アイルランドに連合国側のパイロットが不時着すると、偶然北、アイルランドに逃れることができたが、ドイツのパイロットは皆捕らえられて収容された。さらに、4万5千人ものアイルランド人義勇兵が連合国軍に加わっていたが、このことに関して政府は一切干渉しなかった。アドルフ・ヒトラーの死に際してで我らは、ダブリンに駐在していたドイツ公使、 エドゥアルトヘンペルを公式に訪問し、弔意を述べた。このことは連合国側から非中立行為として批判されたが、デバレラにとっては、中立を標榜しながら連合国側に加担していることをカムフラージュするために必要な行為であった。名前だけのものであったとしても、当時のアイルランド及びデバレラにとって、中立以外に選択肢はなかったと言える。もし、ドイツと組もうものなら、 イギリス軍の即時侵攻が予測されるし、散々批判してきたイギリス特盲者なら、デバレラという人物の政治信念そのものが問われることになる。また公然と連合国側につけば、これに反発する IRA がイギリスに対して攻撃を仕掛ける可能性もあり、それもまた、イギリス軍のアイルランド侵攻につながるだろう。デバレラはこの事態を危惧し、IRA を牽制しようと、 獄中にあった IRA の投資たち数人を処刑している。歴史家たちは当時のアイルランドにとって中立がベストの選択肢であったということでは一致している。なぜならアイルランドは長大な海岸線を有していながらそれをカバーできるほどの兵力を持っていなかったからである。もしアイルランドが連合軍に加われば連合軍はただでさえ十分でない戦力を アイルランドの海岸線防衛のために割くことを迫られたであろうし、ドイツにとっても連合軍の弱点としてそこを狙う価値が出てくる。しかし、アイルランドが中立を標榜したため、もしドイツが無理に進行すれば国際社会の非難を浴び、ひいては強力なアイルランド人ロビーを持つアメリカが州国政府を動かすことになる。そう考えると、第二次大戦初期において、 アイルランドが中立を宣言したことは、連合軍に加わる以上に、ドイツの侵攻を防ぐ効果があり、やがて高校の、ういなく、東岸に兵力を集中できることで、イギリス軍もりすることになった。2005年には、公文書館から秘密文書が開示され、1942年に、ミロクがアイルランド政府に対し、 国費裏に連合国側への参戦を要請し、デバレラがこれを却下していた経緯が明らかになっている。国家の非常時を過ぎると、フィアナフォイルの影響力は弱まっていった。デバレラは16年権力の座にあったが、自らの党の弱体化と対立政党による批判にさらされることになった。1948年、フィアナフォイルは選挙の結果を受けて受けし、デバレラはジョンコステロに 首相の座を譲った。野党党首となったデバレラは北アイルランド問題を解決するため各国の支援を取り付ける運動を始めた。1951年、過半数は取れなかったものの首相の座に返り咲いたでバレラだったが、その任期は彼のキャリア史上最低のものとなった。その内閣の顔ぶれが1932年の自身の最初の内閣と全く変わらなかったからである。 1954年、フィアナ・フォイルは、再び総選挙で敗れた。しかし、他の政党の連合による、連立与党は3年しか続かず、1957年には、再び75歳のデバレラと、フィアナ・フォイルが圧勝して、権力の座に戻った。その後、フィアナ・フォイルは16年もの間、与党として君臨し続けることになる。戦後の世界に合わせた、 新たな経済政策を示しながらも、デバレラは1959年まで首相の座にとどまり、ショーン・リーマスがその後を継いだ。リンドン・ジョンソン大統領と会談するデバレラ、憲法改正へのデバレラの最後の取り組みは、比例代表制を廃して、直接選挙を行うというものだったが、国民投票の結果否決された。1959年6月、デバレラは、 対立候補ショーン・マクイオン将軍を破り、ショーン・オケリーの後任として大統領に就任した。デバレラがほとんど盲目であったことは有名であるが、彼の主力を補う、専人のスタッフがいることは長らく秘密とされていた。そのスタッフは常にデバレラに従って、何歩歩くと何があるとか、どこに視線を向けるべきかなどを囁いていた。大統領在職中、デバレラは、シャルルド・ゴール大統領や、 ジョン・カイ・ケネディ大統領といった各国の首脳の訪問を受けた。1964年81歳のデバレラはアメリカを訪問し議会で25部の演説を行っている。デバレラは彼にとって最後の選挙となった1966年の大統領選挙においてかろうじて勝ったことで敗北の屈辱を免れることができた。フィンゲール党の若き候補 トム・オ・ヒギンスとの差は、ごくわずかだった。あまりに危うい勝利だったため、デ・バレラはその責任が、選挙担当で後に首相になるチャールズ・ホーヒーにあると、考えた。デ・バレラは同僚たちに対し、ホーヒーはいずれ、フィオナ・フェールを没落させることになるだろうと語っている。この予言は、1980年代になって、ホーヒーが汚職に関わった疑いで裁判を受けたことで、実現することになる。 デバレラは1973年に91歳で大統領職を退いたが当時世界の元首の中では最高齢であった63年にを呼んだ公務の中でデバレラは多くの栄誉を受けている1921年アイルランド国立大学総長に選ばれその島で同職にあった教皇ヨハネ23世からはキリストの騎士勲章を受けているアイルランドや 世界の大学での名誉学位を受けていた。彼は、1968年には、数学の研究を評価されて、英国王立学会数学フェロー意を受けている。また、出席することはなかった北アイルランド議会の議員権も持っていた。で、我らは、大統領職を憲法に定められた、在職期間の限界にあたる14年間務めて、引退した。 で、バレラは1975年8月29日、92歳で、ダブリンに近いブラックロックにおいて、この世を去った。最愛の妻で4つ上のシネイドでバレラも彼に、先立って1月に世を去っていた。それはくしくも2人の65回目の結婚記念日の前夜であった。で、バレラは現在、グラスネビンセメタリーで眠る。アイルランドの有力政治家であると同時に、アイルランドで、 最も影響力のある新聞、アイリッシュプレスの代表でもあったため、デバレラは、保守的カトリック思想によって、アイルランドを、ガンジガラメにしていたと批判されることがあったが、デバレラはまた、ヨーロッパ全域で、ユダヤ人に対する迫害が始まった1937年に、唯一ユダヤ人コミュニティの権利を認めていた。保守的カトリックというデバレラへの評価とは裏腹に、彼は国政において、 カトリック系団体の要求をしばしば退けている。スペイン内戦においてもフランコ軍を支持するよう求めるカトリック団体の要求を突き返し中立を保っている。現代の歴史家たちはもはやデバレラをアイルランドの英雄とはみなしていない。近年発刊されたティム・パット・クーガンの電気デバレラ、ロング・フェロー、ロング・シャドウではデバレラの業績よりも失点の方に 多くのページが裂かれている。最大のライバルであったマイケル・コリンズの評価が高まっていくのと対照的に、デ・バレラへの評価は年々落ちている傾向である。歴史家たちは総合的に分析して、デ・バレラを有能だがバランスに欠けていたリーダーであったと見る。例えば内戦中、指導者として同じ民族同士の争いを止めるどころか、火に油を注ぐような真似をしていたが、 1937年の憲法は完成度が高く、ネルソン・マンデラが南アフリカ共和国の新憲法のモデルとしたこともよく知られる。デバレラは面積な一方で一貫性に欠け、除裁内面がある一方で顔面に陥りやすく、革新的かつ実践的な指導者であった。構材料法があるにせよ、デバレラは20世紀のアイルランド最大の指導者の一人である。 息子ビビオンデバレラも1945年から1981年まで会議員であった。また、孫のエーモンを食いは現在上院議員を務め、別の孫のシーラデバレラも過去に上院議員であった。両者とも閣僚経験がある。1996年に公開された映画、マイケル・コリンズでは、イギリスの実力派俳優、アラン・リックマンがデバレラを演じている。 ありがとうございます。